よーし、じゃあ引き続きやるか。スペースグリフォン。なんかないかなというか、なんかありそうな感じもしますよね。ゲーム、それこそさ、仕様が分かってればね、最後にここ戻ってくるから、こういうところにね、武器とか残しておいても、いいっちゃいいっすよね。まあ、だからといって、ここにその武器を置いておけるっていう感じではないので、でも最初から配置されてる場所だったら別に、ね、いいですけど。まあ、強力なね、武器をここに残しておくとかさ、ビームガン、まあ、あるから、たくさんあるから、こっちにね、予備を残しておけば、ここでリカバリーできるよねっていう風にやってもいいのかもしんないですけど、それはな、知ってなきゃできないですからね。どうした？トイレか？そんなんじゃないったら。じゃあ、どうしたの？なんだか寒くない？ごめん。機内温度が10度近くに落ちていった。この層の空調システムがうまく働いていないみたいなんだ。寒いよ、ジム。右手側に2桁の白いデジタルメーターがあるだろ？それがエアコンなんだ。それで調節するといいよ。ジムは寒くなかったの？こっちはパイロットスーツを着ているからね。自動的にウォーマーが働いてくれているんだ。これじゃ外に出たらもっと寒いね。機外温度マイナス5度だって？ここは月の裏側だし、1層と2層は月面に出ているからな。じゃあこれでも一応ハムレットのエアコンは動いているのか。いつもは22、3度に設定されているはずだよ。怪物にはこの方が快適なのかもな。ということは、温度をガンガン上げてやると死ぬのかもしれないですね。生き物である以上、温度とはね、切っても切れない関係なのかな。でも体温調節できないんですかね、進化した生物のくせに。 くせにって言い方あれですけど。2層から6層まで全ての階層に止まるエレベーター7だ。でも怪物を倒すまで他の場所に行くわけにはいかないよ。いやー、何回聞いてもね、超親切っていうね。ほんと助かるんだよな、こういうのは。それにしても戦闘がね、一切ないということは、もう最終決戦近いんですかね。マリアさんと、お、ちょうど。この層もジャミングされているんだ。通信は当てにならない。何か言っていたけど、よく聞こえなかったな。敵の反応があったのかな。369センサーに反応は今のところないですよね、こっちには。特に敵も急に出てく。あ、これバーコード。味方ですね。でもちょっと待って。このゲームね、最近になっていきなりね、敵出てきて、いきなりね、引っ叩くとかっていうのが、割と、平気な顔してやってくるんで、ちょっと回復だけ、しておきましょうか。回復もしておきまして、で、さらに、一回だけね、セーブ、しておきましょう。ここの階層になってからセーブしてるから、40でもいいかな。すぐ壊すからな、このゲーム。俺のことを。ああ、まあ、ここはもういらないですね。端末だ。また端末だ。どっちを使っていたんだかな。よし、じゃあ行こうか。ん？あ、大丈夫か。とりあえずコンバットにしておいて、盾ぐらい構えておくか。お！
これはラウゼンの機体だ。誰も乗っていないみたいよ。ハッチも開けっぱなしだし。本当だ。ラウゼンどこに行ったんだろう。残骸はねあるけど、俺の残骸なのか俺がやった残骸なのかわかんないですけど、いる。ラウゼン、ラウゼンってラウゼンなんだね。ガン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 。この機体のさ武器かっこいいんでさ、ちょっと持ってきて。邪魔だよ、何引っかかってんだよ。何もなさそうだが。おちょ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 、いきなり処理中が。ジム、その部屋から何か音がするよ。え、なんだろう、行ってみようか。お、ラッツェン。どうしたの？いや、軍の機体にやられて怪我をしたので、ここで治療を。今、火花か何かが見えたけど。パイロットスーツのクーラーが調子悪くて。ラウゼンさん、暑いの？ああ、私は体も大きいし、もともと暑がりなもんですから。修理手伝おうか。いや、いいですよ、構わずに行ってください。じゃあ俺たちは先に行くよ。マリアさんが苦戦しているといけないしね。独走から次々に軍の機体が流れ込んできているみたいなんです。結構手強いですから気をつけて。わかった、ラウちゃんも気をつけて。まずいんじゃないかなって。あれ？ねえジム。何？今ラウゼンさんバイザー上げていたよね。腕まくりもしていたような気がする。まさか。だって外はマイナス5度だよ。見間違いじゃないの？ジムは覚えていないの？ごめん。そういうところまで気が回らなかった。確かにバイザーを上げていたわ。腕まくりもしていた。なんならもう一回入ってみるかい？え？本当だ。ジム、どうかしたんですか？いや別に。クーラーの修理はまだかかるの？もうちょっとです。もともと寒い国で育ったもんですから、クーラーをつけてないと暑くてパイロットスーツを着ていられなくて。本当に暑いの？ジムはウォーマー使っているんだよ。ツンドラ地方の寒さは本当にすごいんですよ。私にはそれが普通でしたからね。それで私に何か？いや、何でもないんだ。邪魔してごめん。生まれとか育ちはね、あんまり知りませんでしたが、俺も結構気になるんですよね、寒いとこと暑いとこの人の差って。ラウゼンは俺らよりずっと寒さに強いんだよ。それだけじゃないんだよ。ラウゼンさんね、お姉ちゃんから抗体のお薬もらった時も飲んでいなかったと思うの。下に捨ててあったのを見たんだ。でも全然咳込んだりしてないでしょ。
ラウゼンは薬が嫌いだし、俺たちよりずっと丈夫なの。それでいいじゃないか。それより今は怪物の方に神経を使わなくちゃ、足元を救われちゃうよ。なんだろう、ラウゼン、でも感染してる感じはしないけど、暑がり、まあ気になるけど、人間じゃねえのかな、そもそも。あんな顔して実はね、アンドロイドとかさ、ロボットだったりするんですかね。まさかな。ちょっと心配ですよね。暑いと。ね、感染してるよ。あ、ジム君。え？君は私に初めて傷を負わせた男だ。特別の死に場所を用意したよ。彼と戦いたまえ。え、誰？オレッグ、知ってるの？ジム、俺たちの仲間だった。怪物に殺されるまでは。こらえろ、グリフォン。苦しむがいい、そこで果てるがいい。お前などに私の邪魔はさせん。つくしょう、撃つな。このままじゃこっちがやられる。それにあれを操っているのは怪物だ。やるのか。あ、始まった。あ、これいいぞ。あ、また壊れた。あ、また壊れされたよね。こういうのがあるんでゲームにならなかったりするんですよね。一応バルカン装備してみっか。とりあえずバルカンして、ちょっと下から撃っていくわ。おら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 、どうじゃ、痛かろう。やった、見たか怪物、俺は勝ったぞ。私の手間はこれで終わりではない。え、負け惜しみよ。ビームガンが壊されたから、俺にはちょっともう先がない気がするんだよな。まあセーブはしてあるんでね、余裕はありますけど、もうちょっと進んでみるか。やっぱバルカン強えな、ここに来て。やっぱ最後までバルカンのね。え、番犬に食われるだろう。でもレーダーには反応ない。誰ですか。もうオレッグね、ぶっ飛ばしたし。隊長いたらどうしよう。隊長もでも粉コッパみじんなったはずだけど。スパイリー、え、久しぶりだな、ジム。会いに来てやったぜ。どこにいるんだ。うわ、スマイリー、よく今まで生き延びてきたじゃないか。悪運だけは強いんだな。スマイリーそう露骨に嫌な顔しないでちょうだいよ、お嬢ちゃん。おい、ジム、このお嬢ちゃんに言ってくれよ。俺様はもともとすごいハンサムボーイなんだって。お前やオレッグが抵抗しなきゃこんなにひどくはならなかったんだってよ。ジム、これが私の次のカードだ。君にその気がなくとも彼は君を撃つだろう。さあ彼と戦うのだ。くそ、ジム。スマイリー、それ以上こっちに来ないでくれ。あんたとは戦いたくないんだ。俺とは戦いたくなくて、オレッグはすんなりと撃っちまうのか。え、それはオレッグをやったんだってな。ひでえじゃねえかよ。それが仲間のすることか。ああしなくちゃ、こっちがやられていたんだ。
それにあれはオレッグじゃない。怪物に操られたゾンビなんだ。ジーム、そんなこと言っちゃかわいそうだぜ。お前も死んだらああなるんだぞ。ボスみたいにバラバラにならない限りな。俺はそんなの嫌だよ。じゃあ、あと一つだけ道がある。ジーム、俺の仲間になれ。ルナティアーズをつけて変わるんだ。それも嫌だ。俺は今のままがいい。ジーム、どうせ地球にも俺たちの仲間はたくさんできる。メイビル博士が地球に行けば、地球人のほとんどは俺みたいになるんだぜ。そんなのが許されるわけないじゃない。そうさ、だから怪物と戦うんだ。仕方ないな、ジム。それなら、お前は俺の敵だよ。やめな、スマイリー。これはこれは、マリアお姉様、会いたかったぜ。スマイリー、死んだと思ってたのに。マリアさん、違う。それはもうスマイリーじゃない。ジムは黙ってろ。なあマリア、あんたも俺の仲間にならないかい。ルナティアーズをつければ幸せになれるんだぜ。あいにくだけど、私にはそんな趣味はないね。あんたとジムの会話はみんな聞かせてもらったよ。それじゃあ仕方がない。マリアもジムも力ずくで俺の仲間にしてやるよ。スマイリー、ジム、戦わないと。分かってる。ジム、あんたは手を引きな。え、スマイリーは私に任せるんだよ。マリアさん、危ない。いいから、スマイリーは私にやらせて。マリアさん。スマイリー、かわいそうにそんな姿になっちまって。いつもみたいに冗談言ってるくらいなら可愛げがあるのに、そんなになっちまっちゃシャレになんないじゃないか。マリアさん。バカだよあんた。何が運がいいだよ。そんな姿じゃ地球の彼女に顔向けできないだろう。私が一緒に心中してやるよ。犠牲は私を最後にするんだ。いいね。やめるんだマリアさん。ジム、メアリー、ラーセンと一緒に地球に行くんだよ。マリアさん。マリアさん、人間の死は美しい。愚か者の死はなお美しいものだ。ちくしょう、ふざけやがって。怪物、覚えていろよ。俺が必ずお前を倒してやる。ジム、怪物のいた場所に行ってみましょうよ。何かわかるかもしれないわ。うん。マリアさんとは一緒にな、帰ると思ったんだが、こんな、こんなことになっちまうとは思わなかったよ。今はこのエレベーターに乗る必要はないな。まあでも手数的には、余裕はない？なかないけど、まああるとも言えない。
ちなみにまあ武器取りに戻ることもまあできなそうだし、このバルカンでどこまでやれるか。まあ一応他にもバルカン、あ、2つあるのか、やれるかもしんねえな。こっちがメイビル博士だから、こっちだ。やっぱ何にもないんだな。よし、一回セーブしてみるか。ここで分けちゃおうか。間違いないように1個飛ばしてセーブしていきましょう。レベルは上がってないもんね。よし、この辺でいいかな。行くぞ。端末にマップが。核兵器が動いている。次元プログラムか。なんとか止められないの。パスワードか何かがあるんだろうけど、メアリー、メイビル博士のことで何か知らない？何かって？生年月日とかパーソナルコードとか。知らないわよ、そんなの。あ、終わったのか。ん？あ、メイビル博士だ、また。愚か者よ、私はここにいるぞ。奴は6層の北エリアか。クソ、怪物め、状況を楽しんでいるな。愚か者よ、諦めるがいい。今のお前たちに何ができるのだ。負けるもんですか、ね、ジム。そういうこと、いつまでもやられっぱなしでいると思うなよ。まだこれから。あ、なんだ。ロンセン、救難信号だわ。しまった、今までジャミングされていて気がつかなかったんだ。早く行ってあげましょう。あ、イベント盛りだくさんだな。恐ろしいよ。とりあえず遊ぶと思うて。あ、間違えた。あれ、こっちか。あれ、開かない。うん、こっち。あれ、扉は開かなくなってないか、これ。あ、なんだこれ。隔壁みたいなものが邪魔をしている。なんかポスターコードは入れなくてもいい。え、なにこれ。壊せるのかこれ。あ、ごめん。ん？な、ん？ん？なんだこれ。エレベーター使わなきゃダメか。あれ？あ、ごめん。あれ？俺場所どこにいた？なんか全然なんか別のとこに目線が行ってた。無駄な弾使ってた。あ、こっちじゃなくて。核壁のせいでこの辺の構造が全く違っちゃっている。あ、だからか。なんかおかしいもんね。あれ、あ、地図が頼りにならない。なんだ。あ、ビッグホーン。あ、ラウツェンね。あ、また救難信号が。急がないと、ジム。分かってる。やめてくれ、地図が頼りにならないんじゃどうすりゃいいんだ。こっちだな。どうした？大丈夫か？お！ロンセン！ジム、あの隔壁を何とかしてあげなくちゃ。ロンセン！ひどくやられているね。大丈夫かい？アイカメラ、頭部センサー全滅。
右肩フレームマウント破損、両足のサスもガタついています。だいぶ参ってるみたいですね。そうじゃなくてランゼンさんの体の方よ。重傷だと思って心配したんだから。救難信号がピーピーってすごかったのよ。あ、私は大丈夫ですよ。確かにあちこち体が痛いですけど。ラウテンさんってすごい。それまだ動かせる？千鳥足みたいになっちゃいますけどね。ああ、それよりマリアさんは？それが、いろいろあったんだ。オレッグが出てきたり、スマイリーが出てきたり。私が役に立たないから、こんなことに。それは違う。俺がだらしなかったんだ。スマイリーと戦うのをためらわなかったら、こんなことにはならなかったよ。俺の責任なんだ。ジム。怪物は？6層の北エリアに移動している。ここでは捕らえられなかった。そうですか。これから6層に向かおうと思うんだ。ついてこれる？後から追いかけます。このありさまですから同じスピードでは進めませんし。わかった。こっちのセンサーの情報はラウセンの方にも送るよ。6層に着いたらそこの設備を使って体制を立て直します。それまでは迷惑をかけますが。気にしなくていいさ。でも意地でも全滅するわけにはいかないんだ。今まで以上に気を引き締めていかなくちゃね。はい。じゃあ先に行くよ。気をつけてジム。ここは通れるのか。ジム、私もすぐに追いつきます。構わず先に行ってください。ここは通れないようになってるのか。時間はいいとこだから、どうしようかな。一回やり直した方がいいのかな。ビームが使えないっていうのはとにかく困りどころ。なんだよ、いきなり笑い出して。なんだかジムが大きくなったような気がして。そうか。今のジムならちゃんと私を地球に連れて行ってくれそう。今まで信じてくれてなかったの？そうじゃなくて、もっと安心できるって感じ。くすぐったいな。やめてくれよな。気合い入れてなきゃ怪物にやられちゃうかもしれないんだから。わかったわよ。しばらくは、でもこっちでいいのかな。ああ、こっちに進んで、ああ、これはちょっと大変。あ、これ使える？ここはエレベーター2だ。よし、これで6層に行くぞ。あ、なるほど。そしたらなんとなくは分かったので、やっぱビームガンは持っといた方がいいかな。適当にもうちょっと進めてみて、セーブね、分けてあるからそれで判断するか。ここでまた敵がさ、ぐんすんげえ勢いでいるんだったら。でも6層ってなんか軍用ロボットはたくさんいるってな、さっきラオセン言ってたからな。そうするとちょっと厳しいよね。あ、いますね、普通に。死の迷宮へようこそ。静寂への門をくぐりたまえ。ジム、今の通信。怪物のやつ、どこからか俺たちを見張っているな。やり直すか。